みんなからのゆるキャラたちからのプレゼントのクリスマスは大騒ぎの巻を始めたいと思います。じゃあベノンとアベノア出てきてね。ハルコもおいで。あ、ハルコはまだかな。アベノアベノ先だよ。クリスマス、そんなある日の風景、アベノンとアイちゃんとアベーノアベーノが今年のクリスマスはどうしようかって一緒に悩んでいました。アベーノアベーノが言います。おっと、自己紹介が遅れてもうたな。俺の名前はアベーノアベーノや。ヒューズモールの顔やで。みんな覚えて帰ってな。こんな調子ですが、実はおっちょこちょいなアベーノアベーノ。そんなことを言っていると、そこに晴れ子がやってきました。晴れ子はグルメに目がありません。みんなお腹が空いてる晴れ子には注意してね。お腹空いたよ。クリスマスケーキはどこ？晴れ子が言いました。そしたらうーとお腹が鳴るハレコ。クリスマスはまだあさって。ケーキはまだだよ。ハレコ、何やら怪しい。そこに怪しく現れるゆるキャラがいた。彼はカッパサラマンダー。なぜかゆるキャラグランプリに参戦していた謎のキャラクターなんだ。カッパサラマンダーが言いました。そこにいる子たち、ケーキが欲しいんか？クリスマスプレゼントも餃子あるで。わしについてき。あれで、みんなどうしたのかな？もしかしてあのカッパの言うことを信じてついていこうとしているの？みんなダメだよ、誘拐されちゃうよ。ゼロスはあと10分後。まだ4分待たない。
ちょっとゼロス一瞬しか出てこなかったけど、次30分から始まるゼロスのショー、あ、ヒーローショーにはいっぱい出てきますから、ゼロスがいっぱい、そういっぱいだよ、いっぱいゼロスがいっぱい出てくる、いっぱいじゃなくてたくさんいっぱいずっとここにね、ステージでね、かっこよくゼロス。なので30分までもう少し待っててね。どうしよう、ゼロスは635体も出てこないから大丈夫